皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今回はいよいよこれが届きました。クルーボックス最新作ですね。2個届いたのでね、まずは外見こんな感じで。でね、クルーボックス自体はどういうパズルかというと、まあ僕のチャンネルの動画でももう何個か紹介してますけど、これで3段目かな。ドイツのパズルメーカー、アイディベンチャーさんっていうところが出している、まあいわゆるからくり箱ですね。いろんなギミックが仕込まれているので、そのね、ギミックを解いて箱を開けなさいというタイプの、まあ大体木製のパズルなんですけど、今回ちょっとね、木製以外のものが使われているものもありますが、とりあえず新作2種類。こっちがキャメロットの試練。で、こっちが、ケンブリッジの迷宮。という新作ですね。もうめちゃめちゃすごい。で、これ僕は海外のクラファンのキックスターターっていうところで頼んだので、多分1週間前ぐらいに届いたんですよ。で、日本で購入されている方は、おそらくきびだんごさんっていうところのクラファンで頼んでるものは、おそらく11月末から12月にかけて発送されるんじゃないかな。まあ僕海外で頼んじゃったので一足早く届きました。で、ちなみに、きびだんごストアさんの方で通常販売が今予約中なので、もしね、クラファン逃した方もそちらで手に入れることができます。一応ね、概要欄にリンク貼っておきます。もうめちゃめちゃ楽しみなんですが、とりあえず今回はこっち。このキャメロットの試練。こちらをね、まずちょっとね、外側をいろいろ見ていこうと思います。これね、まあここに書いてありますけど、今回テーマが一応こっちが魔法で、こっちが科学っていうね、まあこっちはケンブリッジで、ケンブリッジ大学の方のケンブリッジなので、でこっちはね、見てお分かりの通り円卓の騎士と、まあそれに出てくる魔法使いとかそういうのがテーマになっているパズルボックスですね。で、だいたい60分から90分ぐらいで解けるんじゃないかなって目安が書いてあって、今回こういう箱です。おお、扉がある。ID ベンチャーって書いてありますね。で、早速開けてみると、もう毎度毎度すごいわ、ID ベンチャーさん。おお、すごい。もう、すごい。バチバチにギミックが入っている感じ。でね、よいしょ。で、これが中の、キャメロットの試練というパズルボックス本体。もう見るからにめちゃめちゃすごそうな感じで、よ、これがね、ちょっと感動したのはこの解説というかね、なんていうんですか、解説じゃなくてこのエピソードというか、そういうものが書いてあって、前まではだいたい英語とか中国語とかが多かったんです。今回ね、結構翻訳してる言葉が多くて、さらにね、日本語訳もちゃんとついてる。これは嬉しい。で、キャメロットの試練っていうのがね、あって、一応読みましょうか。物語は6世紀初頭、ログレス王国の都キャメロット。聖杯の検索を余儀なくされた老いたアーサー王は、死である魔導士マーリンに助けを求めます。マーリンは言います。聖杯を探し当てる者は王の剣を引き抜くことができるものであると。で、魔導士マーリンの元には、力と勇気を持つ多くの騎士がやってきましたが、誰一人として王の剣を引き抜ける者はいませんでした。そしてついにその者は現れます。円卓の騎士、ランスロット卿の息子、ガラハット。アーサー王にやがて史上最高の騎士と言わしめる英雄です。さあ、あなたもキャメロットの試練を解き明かし、偉大な円卓の騎士と肩を並べよう。いやー、この日本語で書いてあるのが素晴らしいですね。で、ここに書いてありますけど、ルールは2つ。力ずくでやらないこと。全てのパズルに手がかりがあるので論理的に解くことと書いてあります。で、相変わらずここ QR コード書いてあって、これヒントページに飛ぶんで、で、ちょっと調べたところ多分ね、全部同じヒントページに飛ぶんで、そこはね、一応英語の解説になってるかな。あ、多分言語も多少選べるかもしれないですけど、日本語はなかった気がしますがね。まあとりあえずこんな感じで、実は今回に関してはクルーボックス2個届いたのが1週間前ぐらいなので、もう待ちきれずにですね、一通り解きました。もう本当にすごかった、楽しかった。で、なので今回はとりあえず
このパズルのね、この結構いろんな面にいろんなギミックが仕込んである感じなので、その辺を軽く紹介して、あと解いた感想をね紹介していこうと思います。で、なので解き方自体は別の動画で、まあそれだけ詳しくやろうと思います。もうそもそもね、このギミックがめちゃめちゃ多いんで、このパズルの紹介とかをして、さらに解き方を紹介すると多分ね、動画がめちゃめちゃ長くなると思うので、まあこの見てるだけでもめちゃめちゃ楽しいのでね。で、これがキャメロットの試練の本体なんですが、6面にバッチリとギミックが仕込んでありますね。で、1個ずつ見ていきましょうか。この上ちょっとこう回りそうな感じ、いや、いろいろ書いてある、すごい。で、あとは各横の面かな、多分これがね天面っていう設定だと思うんで、あと横の4面と下にもありますね。まず1個ずつ見ていくと、ここね、やっぱり王冠で中世のね模様っぽいのがあって、あとここにねちょっとレバーっぽいのがあって、ここがね動くんですよ。で、これをねどうやって動かしてどのように動くのかというのをね考えなきゃいけない。で、ここがね、ここすごい難しかった。ここに鎖の模様があって、多分これが外れるという設定で、あとねここにアルファベットっぽいのがねこう何個か書いてあるんですよね。で、あとこのね丸い窓、ここがすごい。まあ一応ね解きましたけど、言っちゃうとこの4つのねアルファベットを特定の文字にすると、ここが多分外れる感じなんですけど、まあどこかにね手がかりがあるわけですよ。それがねもうすごかったいやー感動した。で、あとここね、これいろいろ模様があって、あとこれね、このパーツねちょっと動きます、どうするのかと。で、あとはここもね細かかったですね。ろうそくみたいな柄があって、ここはちょっとレバーで動くんですけど、こうね上と下に。で、あとここも外れそうだけど外れない。で、あと下、ここ回るんですよ、ここで。あ、こうかな、なんか灯台っぽい模様が書いてある。で、これを回すんですけど、こういろいろ線が書いてあるので、この線と灯台をどのように使って、まあ、何が起こるのかという感じですね。もう本当にギミックがめちゃめちゃ多い。で、まあ解き方自体はね別の動画なんですが、一応取っかかりというかね、まあこのね横の謎結構どっから行ってもいい感じなんですけど、まずはねやっぱここをね解かないといけなくて、ここはねめちゃめちゃ面白かった、すごい。ここいろいろレバーがあって、このレバーを動かしていくとちょっとずつここがね回転するんですよ。で、このね開ける感じが非常に花山さんのハズルっぽい感じで、まさにメカニカルパズルだなっていう感じ。こうねやって、ちょっと先にやっていきましょうか。こうねレバーを動かしていって、ここにね矢印があるんで、ここまで全部このパーツを動かしていきなさいと。ちょっとずつこうやってねずらしていくと、だんだんとそっち側に動いていきます。これを先に動かさないといけないかな。よっ、これ面白い、もう早速面白い。で、こうやってここも内側にして、ここまで行くとこれが外れます。よっ、全部内側に押さないといけない、外れる。で、外れたところにねまた手がかりがあるので、その手がかりをヒントにこの各面のパーツを動かしたりして、どんどんね進めていきます。もうそれが素晴らしい。で、よっと、ちょっとだけ戻しておこう。で、僕は解いたんですけど、クルーボックスは毎回中に、まあ前はねカードが多かったんですけど、URL が出る、まあ何かパズル的なものがあって、そこの URL に飛ぶと、まあパソコンとかで打ち込んでね。そうすると、まあ
その解いた人の名前とか解いた分数とか感想とかをね書き込める欄があって、そこに書き込むとその解いた人の一覧のページに自分の名前が表示されるっていう、そこのクリアのページみたいなところに飛ぶ URL のヒントが一番最後に出てきます。なのでそこの URL を見つけてそこに飛ぶまでがゴールなんですよ。でこのキャメロットの試練は前はカードだったんですけど、今回ねカードじゃなかったです。なので最後にそれが出てきて、そこから最後の URL を見つけてそこに飛ぶまでがこのクルーボックスのゴール。それもめちゃめちゃ細かかった。で本当に円卓の騎士、まさに最後はその円卓の騎士だなっていうものが出てきます。なのでそれもね自力で解いて、ぜひねそこまで URL まで飛んでその入力してみてください。ちなみにその最後の入力欄のページも日本語対応のところがあるので、今まで本当に英語だけだったんではっきりとはね読めなかったんですけど、日本語でちゃんとわかるんで、日本人の方はそれはそれでめちゃめちゃちゃんと分かって感動します。で解いた感想というか、まあ、解いてみて今までのクルーボックスと比較してみると、まあ、今のところ僕が一番面白いと思ったのは1個前のネモ船長とノーチラス号の謎っていうクルーボックスがあるんですけどね、それよりもやっぱ謎解きのギミック自体は多いかな。まあ難しいところもあり、やっぱり簡単なところもありなんですけど、ここのギミックがやっぱり細かい。あとそのギミックのね種類が多くていいですね。まあ難易度的にはまあその1個前のネモ船長よりちょっとと難しいかなってぐらいですけど、まあ、冷静によく見てもらえば解けなくはないぐらいです。もう、まあ、何よりこのいろんな面がいろんな動かし方とかね謎解きがあるので楽しくてしょうがないんですけどね、もう本当に素晴らしいパズルで、今回はね、まあ、この紹介だけなので、次回はこの謎解き開けるまでを中心に解説していきたいと思いますが、もちろんこれからね到着して解かれる方はぜひそれは自力で解きたい方はそれは見ずにね楽しんでみてください。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。